パナソニックの今泉さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。まずはじめにパナソニックの事業紹介をお願いします。我々パナソニックはですね、幅広く、電気製品製造販売をやっている会社でございます。でこちらのブースが、その中で、車関係の事業をですね、車を縫製する電子機器の販売をやっているブースでございます。はい、今回こちらのブース気になる商品がこちらにあるんですけれども、はい、今回こちらはどういったことが可能なのでしょうか。こちらのモデルはですね、こちらに映像ございますが、近未来の車のコックピット、これをですねパナソニックの技術を入れたらどういう形になるかといったものを表したコンセプトでございます。はい、そうなんですね。実際こちらはシミュレーションができるんですか。まだ映像を形にしてるだけなんですが、これを年々ですね実際に動くものに変えていきたいとこのように思ってます。だいたいどのくらい先の未来に実現するんですか。2020年の手前までには、実際に世の中に出していきたいと思っております。もう結構すぐに近い未来ですよね。そうですね。はい、すごいですね。実際座ってみたんですけれども、こういったコックピットが実現するんですか。はい、こういったコックピットを実現しようということで取り組んでおります。こちらはどういった映像が映るんですか。画面がたくさんあるんですけれども、ドライバーの、目の前にあるディスプレイがですね、安全面で、実際の運転をサポートするディスプレイでございまして、で真ん中が、全てのディスプレイ表示を全て管理するコントローラーという形です。今映っておりませんが、一番向こう側のディスプレイが、実際に助手席の方に、走行中のエンターテインメントを楽しんでいただくためのディスプレイということになっています。こちらに映画など、はい、テレビ番組画像出ましたね。はい、映るんですね。はい、こちらはカーナビゲーションみたいな役割もするんですか。そうですね、カーナビゲーションの役割をしたり、もうコックピットの中のいろんな機器の制御をやる画面になりますね。はい、こちらにあるのがスピーカー。そうですね。はい、じゃあ音響も楽しみながら。そうです。はい、運転者から見えない視覚をですね、カメラ等のセンサー技術を用いて、この真ん中の目の前のこのディスプレイで、運転サポート、安全サポートしていきたいと、こういうコンセプトです。工夫点などあったら教えてください。全体の考え方なんですけど、車がこれからですね、どん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 進化しますと、やっぱりいろんな機能が増えてくるという中で、表示とか操作というものが増えてくるんですが、運転者にとってですね、必要な表示、必要な操作を必要な時に、きちっと提供すると、こういったのがコンセプトでございまして、でそのためにディスプレイという技術を使いながら必要な表示のみを出すと、こういうコンセプトで今やらせてもらってます。後ほどと消えると思いますけども、何も使わない時には真っ暗い画面にこれなって、必要な時に画面が浮かび上がると、こういうコンセプトになってます。なるほど、今曲がった時に矢印が出るんですか。そうですね。はい、はい、面白いですね。ありがとうございます。では視聴者の方に何かメッセージをお願いします。パナソニックのですね、技術を結集して今ありますような未来のコックピットというものを実現していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、パナソニックの今泉さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。